起きろ、おとなし。寝坊しちまった。集合時間まであと10分です。だからここ男子寮だからな。作戦実行班のお二人がお寝坊していたものでして。なら起こしてくれよ。そこまでの命令は聞いていません。お急ぎを。大丈夫だよ、あとは着替えるだけだから。朝食は抜きだかな。ほら着替え終わったよ。じゃあ行くぞ、おとなしい。あなたたち、何やってたの？単純に寝坊だよ、悪いな。揃ったわね。代わりだそうです。いえ、そんなことはなくて、陽動以外でも私にできることがあればしたいなって、それだけの理由です。まずは空き教室から椅子と机を天使のクラスに持ち込む。入江さんと私の分の椅子と机を運ぶ係よ。じゃ、俺たちは自力でってことかよ。もちろん。男の子でしょ、それぐらい頑張りなさい。ではオペレーションスタート。大丈夫か、竹山。大丈夫です。あと僕のことは大山は。まあなんとかね。で、一気に7人増えたわけだが、教師はどうすんのかね。担任には前もって伝えてあるわ。答案用紙も私たちの分まで用意されている。席順はくじ引きで決まる。ただ天使の席が決まるまでは引かないようにね。
席を決めるぞ。行って行け。あの前の席を引き当てなさい。よっと、37外れ。13、これも離れすぎですね。25でした。26か、僕もダメだったよ。横でも前でもいいから。一つ前です。よっしゃー。で、何をすればいいんですか？ここからは静かに聞きなさい。竹山君は答案用紙が配られる際2枚持っておきなさい。でも、それではみんなに答案用紙が行き渡らないのでは？あと、僕のことは来る。ちゃんと一人分多く伝えてあるわよ。その一方を回収するときに天使のものとすり替える。だからそっちは白紙に。いや、白紙じゃ逆に不自然と取られるわね。バカみたいな答えを並べ立ててみて。と言われましても。上から将来なりたいものを書き連ねておきなさい。飛行機のパイロットとかイルカの飼育員とか書いておきなさい。回収の時はどうするんですか？日向君、タイミングを見計らって何かアクションを起こしなさい。全員がそっちに注目するようにね。まあ無茶な。あなた何のために入れたと思ってるのよ。話を続けるわよ。いいわね。で、みんなが日向くんに注目しているその瞬間を見計らって、竹山くんが回収中の答案用紙から天使の用紙を引き抜き、偽物とすり替える。できるでしょうか？ドキドキしますね。あと、僕のことは。百戦錬磨のハッカーなんでしょ？できるできる。こういうのは初めてですが。頑張ってみます。あと、よし、いい子ね。とにかく、想定外のことが起きても慌てず、みんなでフォローし合っていくのよ。いい？いきなり何言い出すんだよ、おとなしい。あなたたち、そんな仲が深まっていたの？そりゃルームメイトだからだろうけど。じゃあいいわよ。おとなしくん、よろしくね。バカな答えを書いた答案用紙を偽造するのはいいのですが、名前の欄には何て書けばいいんでしょう？天使？アホか。生徒会長で通るんじゃね？そうだよね。どうせイルカの飼育員とか答えるぐらいバカなんだから。
お、そんな名前だったわ。で、それをなんであなたが知ってるの？こいつなんかさ、最近天使と仲いいんだよ。え、そうだったんですか？意外なやつが反応したな。ああ、いえ、全然問題ありません。我らが戦線の宿敵ですよ。どうしますか？あら、あなたなりに動いてくれてたわけね。なら問題ないレベルとしておいてあげるわ。それは殊勝なことですね。入った。だからその後付けの演技いらないから。ほら、始めるぞ。席につけ。あの、立ってるの僕たちだけなんですが。おっと、それぞれの席に着席。はい、残り3分。残り1分。はい、終了。ペンを置いて、後ろから回収。もないなんてひたすら痛いだけだろう。夢の中にいた。
あなたがミスした時のために椅子の下に推進エンジンを積んでおいたのよ。どうだった？ちょっとした宇宙飛行士気分は。なんでお前が先に切れるんだよ。フォローしてあげたんだから感謝なさいよ。だからなぜ俺より驚く。作戦は成功ね、竹山くん。抜かりありません。あと、ぼ。じゃ、次は高松くん。私が何か。みんなの気を引く役ね。それは、日向さんの役割では。狼少年の話知ってる？繰り返される嘘は信憑性を失っていく。そういうわけ。まさかそのために頭数を。悪魔のような人だ。事態をやるのよ。諦めて飛べ。そして天井に激突しろ。絶対全員が注目する何かを考え出さなくては。次は僕なのかな。先に考えておいた方が良さそうだな。私もですか？男子を優先するけど、あなたの番も来るかもね。あの、次の回答はどのようにすればいいんでしょう。ああ、お前はいいよな。小細工するだけだから飛ばないし。何言ってんですか？こっちだって大きなリスクをはらんだ任務を帯びてるんですよ。では、代わってください。嫌ですよ。やっぱそっちの方がいいんじゃないか。くじ運が良くて良かったな。これは僕にしかできない神経のいる作業なんだ。そっちは飛ぶだけで頭使わなくていいじゃないですか。またなぜお前が切れる。こっだー、喧嘩するながだ。で、次の回答はどのようにすればいいんでしょう。教科は何だっけ。世界史です。じゃ、地球は宇宙人に侵略されていることにして全問答えておいて。おとなしくん、また不安？UFO？ そう。ならよかったわ。
はい、じゃあ後ろから集めて。どうした、そこのお前。先生、実は私。気痩せするタイプなんです。どうですか。わかったから座りなさい。どう。うわあ！中にいた幸せなもんだといいんだけど。切りもみした？よくもまああんな浅はかな案を自信を持って遂行できたものね。自信あったんですが、意外性があると言いますか、見かけによらないと言いますか、陰で鍛え続けてきたので。いいから上切ろよ。にしても切りもみする必要まではなかったかと。目立つほどいいんだからあるに決まってるじゃない。フォローしてあげたんだから感謝なさいよ。今回も守備はバッチしね、竹山くん。抜かりありません。そろそろく。じゃ、次は入江さん。私に持ちネタなんてありません。別に私たちはネタ見せをしているわけではありませんが。あ、そうだ。入江さんの席はすぐ斜め後ろで近いじゃない。はい、そうですが、私も飛ぶんでしょうか。大丈夫よ。天使に告白してくれたら。はい。はい？今、なんて言いました？天使に告白するのよ。こんな時に場所も選ばずごめんなさい。あなたのことがずっと好きでした。付き合ってください。って。そいつはさすがにハードルが高すぎねえか？ですね。しかも女性同士禁断の恋だよ。その禁断な感じがいいじゃない。間違いなく注目の的になるわよ。え？正気か、おとなし。てめえ、そんな趣味があったのかよ。マジかよ。確かに男ならそういうのも好きってやついるもんな。それも怖えよ。で、どうなの？入江さん。それは、わかりました。やってみます。で、次の回答はどのようにすればいいんでしょう。教科は？日本史です。じゃあ、すべて象形文字で答えておいて。おとなしくん、また緊張？
人？そう、ならよかったわ。はい、じゃあ後ろから集めて。立花さん、こんな時に場所も選ばずごめんなさい。あなたのことがずっと好きでした。付き合ってください。橘はどう出る？そもそも生徒会長にそっちの毛があるのか？いやいや、ありだ。期待に応えてくれ、生徒会長。男に持っていかれるぐらいなら女の子の方が断然マシだ。まったくだ、受け入れろ。そうだそうだ、はっきり答えてくれ生徒会長。こらこら、静まれ。立花はどう答えるんだ？まず友達からでいい？やってくれたわ、入江さん。お前さ、さっきしれっと同意だとか言ってなかったか？だよな、お前そういう趣味だったのか？そっか、ここにいるメンバー以外は知らないから、今後は気をつけるこったな。え、そりゃそんな特殊な性癖丸出しのやつがいたらチームワークが乱れるだろう。性癖は自由だけど、作戦中は抑えておいて。不謹慎よ。ほんと無茶がすぎるぜ。私の気痩せするタイプのこの肉体が負けるなんて。わかったから、お前は早く上着着ろよ。ではみんな、お昼にしましょ。お昼は頑張ったあなたたちに
あたしからのおごりよ。ほら、早いもん勝ちよ。うどんしかないんだが。まあ、あまりもんだし。で、なんでお前一人カツ丼？ What? Why? それ流行らせたいの？全然流行ってないわよ。単なる口癖だよ。なんて理不尽だ。で、抜かりはないわね、竹山くん。はい、完璧です。そして念を押しますが、僕のことはく、はあ、こっちは飛ばされて天井に激突して、あと何回こんな目に遭うんだ。テスト中ずっとよ。だったら明日はメンバー変えようぜ。松下くんや TK って重そうだもの。軽いからって選ぶなよ。つがいくら椅子ごと飛ぶのがインパクトがあるっつってもみんな飽きてくるぜ。ああ、また飛んでるわみたいにもう見ねえぜ。だから切りもみさせたりギミックを加えてるんじゃない。何が俺たちを待ってんだよ。怖えよ、仲間だろ。だから協力なさいよ。怖えよ。あの、私友達からって言われたんですけど、今後どうすればいいんでしょうか。ただの作戦だから無視しておけば問題ないわ。それはなんだか後ろめたいです。戦線のモラルを破らなければ接触しても構わないわよ。攻めるってどこをですか。性的。無理無理無理です。すごいハードルを課すのね。相手は天使だぜ、怖くねえのかよ。好戦的にならなければ大丈夫よ。今度は下も脱ぎますか。やめてくれ。では、明日もよろしく。本日は解散。いや、今は作詞だよ。曲はできてる。それは人それぞれ。私は絶対に曲から書く。どうしてかわかるか。ほう。だとしたらすごいな。理由は？いいとこつくな。確かにアレンジに引っ張られて書くこともある。でも別に理由があるんだ。これは私の持論なんだけどさ、どれだけいい歌詞でも曲が良くなかったらそのメッセージは誰の心にも響かないからさ。でもメッセージ性はなくてもノリだけでも乗ってくれるやつは乗ってくれるし、
そういうロックも当然ありだと思う。でも私はやっぱりメッセージも込めたいんだ。私たちの歌で誰かの心を動かしたい。そんな深いところまで潜り込みたいんだ。金銭？お金の話か。そんな言葉があるのか。まさしくその通りだ。その金銭とやらに触れたい。ちょっと待ってくれ。よし、完成した。あんたの腹の虫を聞いてさ。あ、なかなかグッとくる思いを込められなくてさ。でもお前のおかげで生きていた頃いつも空腹だったことを思い出したんだ。じゃあ読むよ。曲名はホットミール。フラフラなまま家路をたどって冷たい部屋に転がり込むよ。その端っこで眠りに落ちていこう。華やいだ夕飯をハスに見てきた。お腹が空っぽでも気にしないでいた。きっと先に私だけに救えるものがあるはずと歌った。その思いが私を強くする。無敵に変える。道にうずくまっている人がいて、話をしたら私と似てて、その後は二人でギグになって暗闇に叫び続けた。こんなこともあるんだ。やめたりしない。爽快に平穏を奪ってしまえ。一時間も眠れば大丈夫だから。日が昇るまでここはライブステージ。その手には缶コーヒー。マイクにしてみんなで歌ってる。私も刻む。迷った時にはまたこの場所へ戻ってくればいいよ。私はいつでも歌ってるから。飛び先もわからずに。さあさあお帰り。君はもう大丈夫。暖かな夕飯が迎えてくれる。そういうこと気づかずに生きてきたんでしょ。お腹いっぱい食べたらもう忘れたらいいよ。いつだって叫んでいた。真っ黒なうるさいカラスなど。ずっと泣いてる。カーカー泣いてる。お腹もすかして。じゃなく、コーヒー缶という言い回しの方がいいってことか。ん、そういう感想なのか。
ってんのさ、おとなしく。定例会議の時間だよ。ユサさん、もう本部にいるよ。それはユリッペに聞いてよ。僕にはわかんないよ。それもユリッペに聞いてよ。全員集まったわね。では本日の報告を。高松くん。はい。オペレーション東岸すり替え初日を完璧に遂行しました。よし、じゃあ解散。何よ日向くん。俺たち実行犯の頑張りをみんなにちゃんと伝えてくださいませんかね。まだ作戦の途中じゃない。成功すればちゃんと称えてあげるわよ。また理不尽だ。悪魔のような人です。聞く耳持ちません。はーい、解散。くそ、飯にすっか。いろいろあったが、とりあえずはお疲れさん。いやいや、天使のフォローをしてくれたじゃねえかよ。あんな無様な姿だぜ。無理やり褒めるなよ。マジかよ。だったら嬉しいぜ。音無さん、だからここ男子寮だからな。ユリッペさんがお呼びです。わかんねえけど、行ってらっしゃい。天使と何を話してるの？じゃあ具体的に聞くけど、作戦の情報をリークしてるなんてことはない？いつ？そうよね。現状記憶が戻っていないあなたには神や天使に抗う理由がない。
天使に同情してしまうのもわかるわ。でも、せめて記憶が戻るまではそういうことはやめて。現状で言えば、あなたは戦線にも天使にも肩を貸せる中立の立場。別にあなたを責めているわけじゃないわ。それは仕方のないことだもん。ただ、一つだけ守ってほしいの。作戦の情報をリークしないで。それは戦線メンバーのモラルとして。私たちは何十年と神とその使いの天使に抗い戦ってきたのに、それを邪魔しようというのなら、戦線から抜けて、もし今後情報の漏洩に気づいた時は、こちらからあなたを切る。いいわね、おとなしくね。何？ユサさんが何？ユサさんは人間よ。そんなことどうでもいいじゃない。もう一度言っておくけど、今後情報の漏洩に気づいたときは、こちらからあなたを切る。いいわね。じゃあ、帰っていいわよ。おやすみなさい。どうした？ユリッペに何言われた？そっか、ユリッペは言葉巧みだからな。信念は突き通すべきだぜ。そろそろ寝るか。おやすみ。